ちょっと遅くなりましたけど、タータさんありがとう。ポクピグさん、あ、やっぱこれだ。おひな様のないのか。今日の、あ、今日もちょっと待っててくださった皆さんありがとう。あのさ、コンサートリハ、今日コンサートリハ疲れちゃって、昨日もコンサートリハだったんですけど、そう、あのね、疲れて寝ちゃうというか、もう横になっちゃうんですよね、コンサートリハの帰ってきて、もう疲れが蓄積して、昨日も今日もちょっと足がね、ちょっと疲れちゃいましたね、ずっと通してたから。そう、今日はそう結構早めの時間から頑張りました。今日はこんばんは。そう、ありがとうございます、遅い時間にね。今日は2月28日、もう28日、こんばんは、今日も会ね、ありがとう。6時間ちょっとは通してましたね、6時間くらい通してたかな。こんばんは、ありがとう。見て元気出たんで仕事行ってきます。行ってらっしゃい。今から？本当に頑張って。頑張ってなくてもいいけど、あの気をつけて。お話会の件応募したの全部。あら、声が出せにくい。声が出しにくいですので。声が出しにくくなったよ。落選ってことかな、全部落選、落選、会えないってこと、じゃあ会えないってこと。くしゃみでしょ。レッスンも貴重せん、偉いですね。偉いんですよね。レッスンもうね、もう崩れちゃってはいるんですけど、さすがにもうね、日付変わるぐらいなので。あ、まっちゃんありがとう。なんですけど、まあ、今日は朝早く起きて、メイクをするために朝早く起きてして行ったんですね。でもしなくてもいいんですけど、別に、けどちょっと自分の気分を上げたかったので、そう、あのメイクしました。効果取れなかった。東京来ないかな。皆さん会えないですかね。落選しちゃった方と会えないってこと？もう嫌だよ。そう、皆さんありがとうございます。福岡の方が全部完売しました。昨日残り3つくらいあったっていう、そう話をしてたんですけど、その3つとも全部完売したんです。昨日っていうか今日、
なのでもう福岡あと東京会場だけになりました。その声違う、声違う、ちょっと高いいつもより。でも私さえちゃんとかと話すときは声が違うんですね。聞いてほしいんですけど、なんか声さ低い地声っていうか、なんか自分の中の低い声、何とかさ、うんとか言うじゃん。そういう声使うとなんか声低いって怒られるんです。声低いそれやだって言われる。でも地声なのよ。これ地声だよって言われて、なんでいいじゃん、これ地声、愛理の声なんだけどって言うじゃん。そしたらやだみたいな言われるんです。だからすごい結構前からですね言われてたんですね。だからさえちゃんとかと話すときだけ違うんですよ声が。あんなにこんぐらいの声。おかしいでしょ。おかしいんだけどもうそれが慣れちゃって、たまに仕事中もそういう声出ちゃって、なんていうのその声でちょっと変わった声っていうか、なんていうんだろう、うん、とにかくちょっとさ違うわけよ。それが出ちゃうんですね最近、私生活普通に他の仕事とかでも。大ちゃんありがとう。でもなんか、まあ、何の話をしてたか忘れましたけど、お姫以外撮るの珍しいんだね。珍しいね。東京は来ないのか。やだやだやだ。コバコバありがとう。そう、地声を否定するされるってよりっていうわけじゃないんですけど、私の声はもともと低めなんですよ。低い低めなの。それのもっと下というか、なんて言うんだろう、もう何みたいな。何みたいな、なんか地声よりちょっとなんかまあ疲れた時とかに出ちゃうから、ああ疲れたみたいなとかの低い声出してな、うん声ダメ嫌だって言われて。そう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 、そうなんですよね。あ、ビッグサイト、そうなんです、ビッグサイト。誰が普通の声か分かんなくなっちゃうんでしょ。まあでも、これ普通だけどね、普通普通。そう、全然普通。ビッグサイト行くしかない。でも来てくれる、来る方。福岡しか来ない方もいるし、東京しか来ない方も逆にいるしね。でも本当にそうね、押し増し制度欲しい。私も押し増し制度で結構並んでくれるよね。本当あれ嬉しかったもん。すごい研究生の時とか東京そう AKB さんのなんか握手会とかですごいね、押し増し制度があってすごい並んでくれる方、その日にさ急遽買ってくださる方とかもいっぱいいて、すごい嬉しかったのを覚えてますね。そうビッグサイトね、そう綺麗だよね。もう疲れてるったと思うみんな。でもそうそう多分明日休んでね、しっかり、うん、休んで大丈夫だと思う。事前
前に買ったところしか行けない。そうそうそう、一番対象外になるやつ。そうだけど対象外と言わず無理かな、おしまい程度さ作ってほしい本当に。なんでなんだろうね、なんでダメなんだろう、うん、時間が伸びちゃうのかな、どうだろうな。そうですね、東京分握手会当日、当日券ないですね。いや今回のバケツないね。愛知激務になるよ、いいじゃん。あ、来た。え、これじゃない？おひな様。やっと来たかよ。やっと来たよ。え、これって選べない感じ？おひな様と お代理様。選べない？そしたら私ずっとお代理様出てたってこと。あれ、おしまじなんでなんやらないのかな。でも本当に時間が伸びちゃうっていうのはあると思う。うん、違うんだね。そうなんですよ、ある時とない時があるんですか。そうね、なんだっけ、なんかあったよね、スペシャルレーンだっけ、あスペシャルレーンだっけ、変えたっけ前。現地よりね、欲しいです。私欲しいな。現地より結構好きだな。その分売り上げとかも伸びそうだよね。当日券あったら。けどまあ大変なのかな。ワンデーチケットはやっぱね、どれぐらいの方が買うかわからないしね。ちょっと大変なの。でも結構私はいいと思うけどね。そうそう、まあそんな感じで、とりあえず東京残すは東京のみになりました。ついにここまで来ました。そうでも東京結構そう来てくださる方はね、そう今悩んでる方もいるかもしれないんですけど、来てほしいな、これを見てくださってる皆さんね、一人でも多くの皆さんに来てほしいと思っています。今見てるよね私の配信。見てるからね、私もここにいる人の名前を見てるよ。そういやなんかすごいね、来てますね、じわじわと見えてきてますね。そういや本当にね、ありがたいんだけど、いやでもやっぱさ、いやそう今回ねフル部数に初めてなったからにはやっぱ全完売させたいっていうのもあって、難しい目標ではあるんですけど、目標を立てたからね、まあそれがこう達成できなくても達成したとしても、どっちでもやっぱ目標を立てるっていうことが大事ですから、私は難しいかなと思ったんですけど立てました、全完売という目標を。ね、やっぱりちょこちょこコツコツと宣伝してきたのでそれを機に買って1枚でも買ってくださった方がねいるんだと思ったらすごくそう、うん、よかったと思う、嬉しい。そう完売する、あと顔が可愛い。いや私はね顔が可愛い、
が可愛いというなんだ自分の売りみたいな自分の売りみたいなセールスポイントは顔が可愛いっていうところではないと思うんですね。そう本当に親近感って感じでそこら辺にいそうでしょ。でも意外と、まあ、そういうところがでも良さなんで私の話しやすいっていうところが良さなので来てくれたらね分かると思いますけど、そうでもその上で可愛いなって言ってくれる方には感謝です。うん。でそのおかげでちょっとだけですか買ってしまった人です。そう、そういう方本当にありがとう。そういうところにね、なんて言うんだろう、まあ本当に出会いを、出会いというのは奇跡ですよ。そうだから大切にね、その出会いを大切にしたいのよ私は。そう、フルメスの前回バイトがレジェンドメンバーしかいないから自信になるよね。いやなんかその買おうかな、お尻隠れて。いや隠れないでいいんですよ。え見たことあるのこのあれ。そうハマり具合、ドハマり具合信じるよ、信じてる、逆にめっちゃ信じてる。音符さんありがとう。タイプです。わざわざ地上に降りちゃった女神。そこまで言われると、本当かなって思っちゃう。ありがとうね。うん、信じていいかな。そう。うん。あと4回。あれ嬉しい。なんかでも、はい、かわいい顔してるけどなだっていねえよだってまあその中でよ他にかわいいメンバー美しいメンバーかわいすぎるメンバーいる中で私を選んでる。そこのあなたセンスがいい。まあね、うん、ちょうどいいっていう感じかもしれませんけども、そうセンスがよろしいね。拍手ありがとう。と思っています。センス取得しました。ライセンスセンス、そう、ね、あでもねファン、あそういう言葉を見ますけど、愛知ともっと早く会いたかったなっていう方いるのね。今押してくださってる方の中でもいるけど、でも最近さそういう違うのよやっぱ。その私もなんかまあこういうファンの方に早く会いたかったなって思いそうになることもなくはないけど、でも結局やっぱ今出会えてることがすごいんですね。もしかしたら出会ってなかったかもしれないじゃん本当に。だから出会えてるだけ本当にすごいことなんですよ。そうでしょ。だからなんていうんだろう、うん、センスがいい、マリ笑った。うん、今までセンス全くないと自分では思ってました。ん、あ私推しじゃないよねじゃあ。私推しの方はセンスがいいので、うん、そう思ってますけど、でも可愛いんだもん仕方ない。優しいね。
でも私は思うのは、まあ、私のファン好きになってくださる方はやっぱもちろんやっぱ人間性がやっぱ好きだけど、お顔ももちろん好きだよって言ってくださる方多いんだけど、私的にはまあそう、あの人間性を好きって言ってくれる方も顔が好きって言ってくれる方もどっちもありがたいし嬉しいんですけど、でもなんか可愛いってだけじゃいっぱいいるかなって思うのよ。アイドルってみんな可愛いじゃん、どうせどうせみんな可愛いじゃん、可愛くない子なんていないのよ、みんな可愛いの。その上プラスアルファで性格とか人間性とかその人のなんか良さとかのプラスアルファでついてるじゃん、その性格もみんな違うじゃん、そこのプラスアルファなのね、そこのプラスアルファが一番大事かなって私は思います。可愛いは可愛いから、みんなそこにプラスされてるものが何個も何個もあることによってその人の魅力って増すんだと思うんですね。でもまあそう、なんかいろいろこうお仕事で関わる大人の方々とかにもすごくそういう話はずっと、まあ、サッシーさんがいた頃からなんだけど、結構そういう話は結構覚えてるそう、なんかすごい言われた、そういう話は。うん、なんかその可愛いっていうのはみんなあるから、そこにね自分で行動していくことでつくキャラとかプラスアルファはそこで自分で磨いていかなきゃいけないとこだよみたいなことはすごいいろんな大人の人が言ってたなって今になってすごく響くっていう、うん、私はもう研究生の頃とか、まあ、さそういうコンサートのでかいところでやっぱ関わってくださる大人の方がとかにさ、やっぱすごいお話、すごいありがたい言葉をかけてくださるじゃん、そういう大人の方々とかって。そう、まあ、ダンスの先生とかももちろんそうだけど、演出してくださる方とかもそうだけど、なんかすごいそういう言葉がねすごく覚えてるんですよ、ずっと。うん、だから今になってやっぱそういうのが、あーやっぱ大事なんだなって思ってるね。そう、でもなんか本当に自分からこう何もね、自分でそういう感情だったり人間性を出していかないと見えない部分でもあるじゃん、そういうところって。そう、特に人数が多いから難しいじゃない、そういうプラスアルファがちゃんと目に見えるっていうのは難しいんですけど、でもそこを頑張ってもう地道にこうコツコツと発信して出していくっていう、それをね見てくれてるんで、皆さんはそれを見つけてくださってる本当にありがたいです。ザキさんありがとうございます。まあとにかくでもまああのあとはね東京会場だけなので、そう、よろしくお願いします。愛の、うん、愛知推しが多いんですよ。あ、そうなの、確かに私もなんかそれは確かにって思うか。そう、明るい髪と話し方がめちゃくちゃ目立ってる。本当ですか、話し方本当目立ってなんもですね。松井玲奈さん、あの透明感欲しいですね。東京です。あとはおしめと同じチームになってくれてありがとうね。チームとかもやっぱね変わったことによってね、やっぱ本当に私も結構環境とか出会う方も変わったというか、出会う方も新しく出会う方も増えたもん。やっぱチームが変わって仲良くなる先輩とかも増えて、そう本当に感謝ですね。フル完売したらね、なんかしたいですね。うん、本当にしたい。
なんかしたいなって思ってる。さすがにお祝いすぎるよね。ね、したい。本当に一枚でも一人、ね、一人で来てくださる方とかもいるけど、一枚だろうがね、まあ、枚数は関係なく、私の霊に一度でも並んでくださった方々のね、そう、一人一人のおかげですからね、本当に。ということで、あと少しだ、もう 2分ぐらいか、3分ぐらい。そうですね、配信でパーティーですね。パーティーというか乾杯配信です。お酒は飲めませんけど、そう、明日はリハないので、そう、そうです。自由ですから、ガン出します。近いだよ、これは。もう本当にあり、こういうの忘れないからさ、もう待ちます、皆さん。そう、もう12時になるよ。眠い、眠くない、お赤飯。確かに、お赤飯。おやすみ、ありがとうね。じゃあランキング読ます。13位まっちゃん、12位キムケイさん、11位タネキャラタクさん、10位ズッキーさん、9位マムケイさん、8位アミジェイさん、7位オンプさん、6位クロちゃん、5位コバコバ、4位タータンさん、3位コクピグさん、2位オイちゃん、1位タちゃん。ありがとう、今日も。ありがとう。そうね、キノコ。ありがとう。おやすみなさい、皆さん。パチパチパチって。訪問2000回？ん？ありがとうね、おやすみ、みんな。よく寝てね。おやすみなさい。私も寝ます。バイバイ、ありがとうございました。おやすみ。